を進めることが成功への近道だ。初心者おすすめとされているソルジャーを使った時の動画になります。クイックマッチでミッドタウンの防衛となります。そこまで上手くないですが、最後まで見ていってください。攻撃チーム接近、目標 A を防衛してください。若干のリコイルセールがいるけど、非常に使いやすいメイン。いろいろな場面で使う便利アビリティですね。味方のヒールが来なくても自分で回復できるのはかなり便利。着弾ではないのである程度偏差値が必要。直撃でいいダメージが出ますが、大体破体力ミリを倒すときに使う印象。マーシーのダメージがありがたい。相手が下がると思ったのでスプリント使って高台から仕掛けます。俺の目から逃げる。オートエイム最高だぜ。タイミング悪すぎてあんまり刺さってませんが、チートってこんな感じなんだというのを体感できます。穴やキリコのアルティメットと合わせて使うとくちゃ強いです。ヘリックスロケットの使い方はこんな感じですね。意味不明な立ち回りなので真似しないように。味方が壊滅してなければ普通に間に合ったりします。狭い場所のジャンクラスト派、危険なので気をつけましょう。ここ意味不明。相手のタンクが下に行ったのでアルティメット発動。完全に失敗しました。素材が入ってなければワンチャンあった。さすがに取られました。シグマがやられないように回復を置いて逃げるんだよ。やってやるぜ。おや、ありがとう。とりあえず橋の上に陣取ります。ジャンクラットが面倒くさいので横から仕掛けます。警戒してなかったので助かったぜ。
レイロードめっちゃ進んでてきた。完全にやらかした。急いで行かなくてもよかったですね。レイロードが進んでしまったので交代し蓋をしていきます。高台取ってたのに降りちゃった。自分のアルティメット一回も刺さってなくてくさ。相手を下がらせたからいいアルティメットだったと、いい方向に考えていきましょう。右から来そうな感じがしたので行ったら、マーシーを助けるという結果になった。味方リーパーのアルティメットが、刺さってますね、ナイス。焦って自爆をかます。マーシーの爆があったけい。ここの段差はジャンプでは来れないので、防衛すると破原理かも。ただし2段ジャンプや壁登り持ちには注意。一応オートエイムだけど、ヘッドショット判定入ります。ちょっと慌てすぎですね、これ。近距離エイムクソ雑魚でくさ。観念しなさい。リスポーン待ってる間に勝利。ソルジャーを使ってみた感想ですが、まあ普通に使いやすいかな。ヒールできるアビリティあるのが大変助かります。レートが低いと回復が来ないこともある。まあ自分の立ち回りが悪い場合もあるけど、あとでのアビリティが分かりやすいのも非常にありがたいと思いました。ということで終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。またねー。